はい、皆さんおはようございます。今日はですね、起きてね、昨日ね、久々のね、休み、連休取りましてね、ずっとね、家に引きこっても引きこもってね、寝てましたよ。久々に寝ましたね。何時間ね、2日間で何時間寝たんですかね。多分30時間ぐらい寝たんですかね。めっちゃ寝ましたね。はい、寝れましたね。はい、ということでね、起きてね、温泉行ってきて、またいつものね、東関連温泉行ってきて、お腹空いたんでね、ちょっとね、気になってるね、お店があったんで、そちらの方行こうと思ったらばね、今日火曜日で休みだったみたいなんでね、はい、それで近場のね、はい、再訪問です。こちらです。ででん。伊沢のともちゃん。はい、ともちゃん。ラーメンともちゃんにね、来たんでね、こちらでね、ちょっとね、美味しいラーメンがあるって、この前 YouTube 撮った時と違うね、ラーメンがあるっていうのね、そっちの方ね、食べてみたいと思いますね。手作り餃子、手作りチャーシュー、ネギラーメン。ネギラーメンうまいです。はい、ということで、今日は行ってきます。それでは、行ってきます。奥州市は伊沢にありますラーメンともちゃん、営業時間はこちら水曜日定休日です。なんと券売機になってました。はい、カウンターとね、あのテーブル席が3つかな。はい、そのくらいです。メニューの方はインスタグラムの方に載せてますんで、インスタグラムの方を見てください。そして今回選んだのはミラホルラーメン辛味ありです。はい、こちら辛味あり100円増しです。はい、こちらね、ミラホルラーメンですけどね、はい、なんとなんとね、うちにね、あの来たお客さんがね、え、ナス兄さん、あれ食べてないじゃないですかって、ともちゃんって言ったらば、ミラホルラーメンがおすすめですから、ぜひとも食べてみてくださいっていうことでね、はい、行ってきました。このホルモンですよ。もつなんすかね、ホルモン、豚のホルモンが入ってね、うまそうですね。はーい。で、これをね、食べていこうと思いまーす。はい。ミニネギ丼です。すごいね。ホルモンの匂いする。うん。私は、辛味ありで、ホルモンラーメン、ミラホルラーメン、辛味あり。うまそう。赤いですね。うん。うん。おいしいおいしい。うまいです。うん、豚骨なのかな。だしは豚骨っぽいけどの味噌の、うん、そこまで辛くないね。うん、あっこれ、豚のホルモンだから豚骨っぽく感じるのかな。うん、何がある。
口に入れた時甘く感じるけどしっかり辛いね、甘みがあるこのネギが甘く感じる、これこのラーメン屋近所にあったら毎日来るな俺は来る。すんげえニンニクの匂いする。絶対合わないわけがない絶対合わないわけがない。このラーメンにニンニク合わないわけがない。絶対うまい、最高やないかいこれもニニラにニンニクは合わねえわけねえもんな。うまい、そしてこの唐辛子が絡んでる麺うまいね、うまい。はい、そんな感じで食べてきましたラーメンともちゃん。はい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 、再訪問ですね。ここね何食べても美味しいと思いますよ本当に。はい、それでねうちにね来た視聴者さんのね伊沢の子なんですけどね、あの那須兄さんともちゃん言ったけどホルモンラーメン食べてないじゃんみたいなこと言われてね、あ食べねそんなのあんのみたいな。いやめちゃめちゃ美味しいんで本当行って食べてみてくださいって言われたんで食べました。はい、普通に美味しかったです。はい本当に美味しかったですね。たまたまね今回ね伊沢の方でね行きたかったお店があってね、はい、お風呂上がりにそこのお店行こうと思ったらばなんとね伊沢まで来たらね定休日だってなっててね、マジかよってなってね、はい、じゃああれだなと思って、あここまで来たらそういえばともちゃんでニララーメンニラホルモンラーメン美味しいって言われてたからそれ取りに行こうよっていうことでね、はい、2回目に来ました。はい、美味しいです。ほんとここ美味しいっすよね。あの伊沢だとさアジサイかともちゃんかってなりますけどね、さっぱりしたのを食べたかったらまあアジサイかな、うん、でこうねこってりしたの食べたかったらともちゃんかなっていう感じかな。まあ、そんな感じで分かれると思いますけどね。アジサイもなんか辛いラーメンだったような気がするな。なんか忘れましたねまたアジサイもね今度行ってみようと思います。でもね本当ねともちゃんはね何食べても美味しいと思いますよここラーメン、はい、ちょっとね遠いですけど、はい、ぜひね皆さんねあのドライブがてらにね、はい、彼氏彼女とかね奥さん旦那さんとかとね来てみてはいかがでしょうか。はい、ごちそうさまでした。いや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 、おすすめされたホルモンニラホルモンラーメンめちゃめちゃうまかったですね。あのねちょっと辛みなしまったんですけどやっぱちょっとピリ辛が食いたいなと思ったんでね、この寒い季節に良かったです。あったかいです。ちょっとねポカポカしてきましたよ。ということでね皆さんこのラーメンともちゃん、伊沢奥州市は伊沢にあるんですけどね、こちら美味しいでね皆さんねぜひともね来て食べてみてください。はい、おすすめは私はネギ味噌チャーシューですけど、お客さんのおすすめしたニラホルラーメンも美味しかったです。何食べても美味しいと思いますよ。はいはい、美味しいと思います。ぜひ皆さん
来て食べてみてください。逆光でしたね。あ、ちょうどいいですね、ここちょうどいい肌ツヤ、はい、温泉入って整いましたって感じでね、はい、ということで美味しそうだと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ヘバー、あ、ナイスデー